また正倉院展に合わせて今年2月に出土した奈良時代の聖武天皇に関わる木の札木簡が奈良文化財研究所と奈良国立博物館で同時に公開されることになりましたこの2つの機関が共同で特別展を開くのは初めてです 今日は奈良文化財研究所の本中誠所長と奈良国立博物館の井上陽一館長が並んで今月22日から同時に開く特別展について発表しました今回公開されるのは今年2月に奈良市の平城京跡の発掘調査で見つかった奈良時代の聖武天皇の即位後の重要な儀式大城祭に関わると見られる木簡です この木簡は大城祭のための物資を運んだ荷札とみられ大城という文字や年号多彩な供え物発送元とみられる地名などが記されており奈良時代の大城祭に迫る大きな発見として注目されています今回のコラボ企画はこの大城祭から今年でちょうど1300年にあたるのを記念して実現したということです 大祭木館の出土によってですねこの正倉院宝物が作られたこの時代の解像度というものを挙げるまさにですね聖武天皇が生きた時代というふうなものをですね本当に鮮明にですね一般の方々にですねお示しすることができるのではないのかなと。それぞれぞのののこの2つの機関が得意としている分野を それぞれ持ち寄って実現をしていくというところに大きな意義があるのではないかというふうに思っております特別展は、平城宮跡資料館で12月8日まで、奈良国立博物館奈良仏像館で11月11日まで開かれます。